今日は牛乳にする？足立と悪いことを共有するのは適度に楽しい。足立について知らないことは山ほどあって、時々それを歯がゆく思う。多少なりとも分かってるのは自分のことだけだ。足立から猫っぽいと言われたことがある。人に懐かなそうなところが猫なんだそうだ。人に心を許さないところはあると思う。でも足立も似たようなものじゃないか。いろんなことに翻弄されないこの時間は居心地が良くて。